はい。えー、こんにちは、翔太です。ポケットモンスター、ソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。あの、今月からね、まあ、この動画からルールが変わって、竜、ま、王、あ、戦ルールでなおかつダイマックスが使えないっていう、まあ新しいルールが始まったんですけど、まあ今回はね、僕が前のダイマックスありの竜王戦の時に最終35位でレート21003をね、取った無限大な軸の、まあ、当時の構築をね、とりあえずまあしばらく使っていこうかなっていう感じですね。まあいろんな意味だと気が楽だね。このルールは。 このルーラっていうか、ダイバックスないのがほんと気が楽だわ。えっと、ダシ向けにヌオを、ヌオに対してはまあ誰でもいける、ガブに対して無道で見れる世界が帰ってきた。で、クレセー、鉄火や、ウーラをさ、無限大に見れるから、まあダイナヌオムドウ無道かな。もっとも。まあガブをね、ヌオで見るのできなくはないんだけど、うーん、まあど、うん、ちょっと番儀持ってきたい話。 クレスいやクレセの型試合で面倒くさいでしょダイヤでいいんだよこれは、もう、試合を始めた瞬間から、かもう、画面からもうやって、勝てることが分かってんだもん。こんな、いいゲームねえわ。レッツゴー。まあ初手どんな出し負けしても、なんとも思わない。出し合んから。全然もう、すべてをね、いやー、でも僕、その後2シーズンやってないんだよほとんど。最初のシーズンだけ、めちゃくちゃ気合い入れて終わってるから。 っと、理解が下があるけど、まあまあまあ。大体のことは分かってるから大丈夫。えっと、納引きで。ま、あと、調整とかね、持ち物、技構成全部当時のままだから、ダイマックスないことを考えると多少過剰ではあったりするから、このルールに合わせてちょっとね、構築いじっていきたいですね。居住段から。えー、っと、こっからじゃれじゃれがまずいから、一回再生を押さなきゃいけないと。五つ目入る。 あと、ゴツゴツベッドを持たせても多分受けに余裕ができるポケモンが結構いるから、まあそういった意味だと多少幅広いんじゃないかな。で、ガブにめちゃくちゃ強い、この選出。鉄火軍。まあ鉄火軍がまあまあめんどくさいかな。えっとね、何から入ってくるかによる技が。うーん、まあ十中八九宿りぎかなと思うんだけど、 まれに身代わりから入ってくる不届き者がいて。まあでも多分、いや、身が、どうなんだろう、肩によるわ。ああ、それはちょっと待った、まずいな。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。えー、速大ナ引けばよかったな。宿り木とかをめんどくさがらずに。ちなみになんだけど、ぬおうはね、あの、かえんみたいに。 雑誌案に投げとけば雑誌案削れていくから、雑誌案回復しないから基本的には。ダイナで倒しちゃえばいいっていう、そういう話がありますね。ひるんだのはまだいいんよ。ってかこいつ火力あるな。なんかやたらと。うーん、火力あるな裏考えるとあんま悠長なことしてられなくて、だからは2枚見えてるから。うーんとね、ここ身代わりケアで、 多分一1回エアスラ撃ってくるから上からマジフレ叩き込んで次身代わりをします入るねラスかあオッケーこれで身代わり残るまあいけるビジョンしか見えないんじゃないあとダイマックスがないからこのルールね S が速いポケモンで相手の崩しに対してスイーパーで切り返すっていう、まあ、動きが取れるゲームになってるから そこはだいぶね。ウーラオスをさあ、あここから投げてさあ、あダイナを殺せるわけねえだろう。えーっとね、これどうやって処理しよっかなダイナのヒットミンド確保しに行くルートでもいいんだよなレンチとか撃ってくる話あるえ、もレンチだったら、あんま、いや無動でも別に、雑誌はまだ見れるからね。ワイボ次第だけど。うーんとね、 ダイマックスを打つか一回再生入れるか悩んでるんだけど。まあ、多分でも素直に殴るのが基地だろうな。で、技見てから、こっち再生とかでも別に全然いいからね。とりあえず、削っとくんすよ。いや、再生でよかったかもな。打ってから技、えぇー、アイアンヘッドですか右側に残ったけど。 えーっとね、これは再生して、ヒットメニュー確保して、身軽ここで割られるから、次身軽張って、はい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 。あー、身軽残したかったな、ちょっと。その話はちょっとだけあって、いや、あの、八巻じゃないでしょ。多分、冬ぐらいやったら耐えるんだよな。これね、ダイナーを身軽り残しに来くと行くか。多分、その方が絶対いいんだよね。身軽が PP 余るから、身軽押しとくか。 不意二回。まあ、不意を枯らすことを目標に。あの二回、あと二回でしょ。打てても。プレッシャー神だな。下から相手動いてるから殴ってる。強打。オッケー強打が一回目。これ強打も枯らせるでしょ。ああ。こっから僕、身代わり連打でいいんですよ。 で、わり残して、裏を突破すると、雑誌ンに、楽になると。不意打ち3回目。あー、ここねーここちょっとねー不意打ち相手もっかい撃つか。いや、撃ってきたら不意打ち、割れないでしょ、身わり。落としに行くわ。オッケー。<laughs> 神なんよ、無限ダイナが。じじ。 はい。じゃあそのまま続けてね、2戦目やってきます。えー、っと、確かこのラプラスは、やばいやつなんだよね。やばいラプラスで、ドラムは確か大丈夫じゃなかったっけな。これレンタルだよなラプラスめちゃくちゃやばいやつだから。で、えっと、サンダーはね、ダイナで見れる世界来てるから、まあ、ダイナ接待選出の、えー、っと、ダイナヌオバンギかなで、ラップのプレスがゲロだから、まあそこ頑張るぐらいかな。 ああ、いー土彩が、あ、そう、これ土彩も重いんだ。だから、ダイナ、ヌオムドウ、ヌバウ、ンギ。4体投げたい試合なんだよね。うーん、ただ多分、バン、いや、でも、バンギーないとさすがにドランきついでしょ。ああ、でも僕、ヌオウで自信打つ話あるな。ムドウはプレスプレスってやればいいでしょ。土彩に対してはダイナ、ヌオウって両方残せば戦えるから、ヒットオイトわなくてもいいんだよね。この選出がいいんじゃないかなまあ、初手は絶対ダイナ,ダイナだね。 ぬを、布う。どうあー、番儀欲しい。いや、でも番儀確か自信ないよ。この番儀は。だから、投げる理由ない。しょって、まあ、雑誌なんだよね。それは OK で、とりあえずまず五つ目が1稼げる。えー、ぬおが多分盤面に出たらさ、空火で殺せないから、突然の。まあ、ワンチャンあるとして風船空火みたいな。 えの、空見見てから、別に僕、ダイナ引けばいいから、全然困らない。と思うが、と思うが、まあ、まず、まずね、無引きで。サイコファング。それ大丈夫かひるむやつじゃなかったひまないっけえー、っとね、こ、ここは一回さすがに再生しないと、じゃれじゃれがまずい。 うん。こういう、輩がいるんですよ。突っ込んでくるっていう。これなんなら食らってよかったけどな。ああ、まあでも、でかいか。一人で満タンだったし。ここ毒撃てます。で、多分こう相手じゃれから、もう一回引くから。うんうんうん。お互いバカやな。もう一丁。ここ多分相手引くよ。僕、ああ、マジか。まあまあまあ、全,全,全然いい、全然いい、全然いい。 まあ再生して、多分ラップが出てきて、フリドラに無限ダイヤ投げて、それは大丈夫なんだよね。で、そっからまあマジフレ、なんとかみたいな感じで。まあジャレ撃ってくるの見えてたから再生連打するっていう話あったけど、ああまあでもそれはそれでね、確実に相手が苦しくなってくんだよね。そのプレイングすると。でか余計に削れる。ダシアンが。 ごつめ、あと3回でミッションコンプリートできるわ。あ、4回必要だけど。まあ僕も1回殴るチャンスがあるから。まあでも、ザシアン別に全然重くないしな。ここどこをしてもよかった。ここ引く。あ、引かないザシアンでヌオを突破してくれんの。マジでさ、楽。まあザシアンは間違いなく、このルールの、まあその上ダイマックスがないっていう意味で、まあトップメタ中のトップメタのね、ポケモンではあるんだけど、まあ明らかに、 きついと思うんだよね。ヌおう、ぬおうに対して <laughs>。裏でまあぬおう殺すルートを取るか、みたいな。対面的な打ち合いはね、めちゃくちゃ強いけどね。最強じゃない。ああ、ここど、いや、たぶん、いや、ここね、どうしよっかな。毒打ち,打ちたいっけどな。再生もっか押してみるわ。ああ、毒でよかった。ダンサー。ダンサー何すんのちなみに。暴風打つぐらいしかなくない まあ、呂で暴風食らうの、まあまあ、まずいから。いや、でもこいつのファンで結局さ、ダイナで磨き残せるようになるんだよな。まあ、ボルチェンしてくるバカはいないから。ダイナ引きで。一回ダイナ着地して。まあ、暴風でしょ昔はね、こう、ダイダイジェット撃たれてきつかったんだけど。ただ僕の裏の番ギがまだ見えてないから、ダイジェット撃てなくてなんとかなるっていう。つええ。 かまさんだ、ーついぇ。こっからはね、ダイジェットが無理だったんだけど。ああ、でも僕、ダイナのヒットモインド考えると、えー、っとねー、割と怪しくなるよな。再生をしたいな。この構築結構辛かった覚えあるもんな。まあ、ダイマックスなくてこっちしか有利にならんからな。うーん、マジフレを。 裏次第だけどこっちさ、布をめちゃくちゃ余裕で残るから、一枚切れるんだよな。サンダー見えたから。まあ、最悪まずくなったら、裏捨てよう。で、防風はいつか外しあるから、外すの待てばいい。ジェットがね、ないのがね、ゴッと。防風。まあ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 、いいっすよ、全然。全然全然。 まあ、暴風の混乱を引くのが先か、サンダーが技外すのが先かみたいな感じだと思うけど。まあ、マジフレ打った時に混乱するのが一番きついから僕は再生連打なんだけど。はい、OK。はい、OK。OK でーす。これでマジフレ打ってっていいね。楽勝になった。サンダー跳ねあるから僕殺せないけど。 まあ最悪 C6 個下げてからさ別に裏投げてもいいしな10万まひねらいかなまあ玉鍋ででもそれ削れるからねここ大魔法で落とすかサンダーまあ身代わり雑誌案考えると身代わりが安定なんだけど、まあ、跳ねされるめんどくささあるから倒せるうちに 所そうだよねこの急所はまあ無打球じゃないかな別に急所当たってなくてもザシアン削れてて僕大な対面で回復し続ければ手より勝てるからマジ触れもあるし関係ないといえば関係ないですねザシアンいやーいいなあと多分やばいのはドランがいる場合でえっとヌオを削って ドラントースみたいなパターンがやばいけど、布をこのタイミング再生し続ければ OK だから。ああ、てか無動で見てもよかったな。ああ、まあ、でも無動別にプレス1回できるか。ファング。もう何も恐れるものはないな。再生。だダイナに、無限ダイに打つようでしょそのサイコファング。全然いいよな。 最初のちなみに、じゃれ外しは僕、同行してて、お互い何も起きてないから、関係ないっすね。やべえ。ガチ楽しい。ダイマックスにビビらなくていいの楽しすぎ。最高のゲームだ。今までダイマックスにビビるせいでさ、戦術が、3体、4体必要な戦術を一勝し続けてさ、毎回、うわーってなってたのがさ、 こんなストレス不利なゲームになると思わなかったな最高だろうこのゲーム。しかも、金電枠事実上、まあ、メガシンカみたいなもんだしさ。いいじゃん。メガシンカあってダイマックスと Z 技ないっていう。ラストウラオスか。まあ、これは、勝ったんじゃないですか、さすがに。5つ目も入るし、毒も入るし。強だ。肩も見えるね。ハッチマッキじゃないやつ。 ワンチャンこっから再生で間に合う話ある。やばい。<laughs> いやばい。涙出そうになるなこんな、こんな、えー、たぶこのゲームめちゃくちゃ、結構ね、ダイマックスなしと竜王戦ルールが嫌で食わず嫌いしてる人多いと思うんだけど、まあ竜王戦ルールがっていうのはわかる。けど、ダイマックスなしは意外とやってみると絶対楽しいから、みんなやったほうがいいよ。一回は。やってみて、あ、これクソじゃんみたいなのは、 全然あるけどさ。やってみておもろか、おもろい可能性かなりあると思うよ。でやってみていいと思う。めちゃくちゃ楽しいもん。これはまあ、ダイナで処理して、終わ終わりと。いやー、今季頑張ろ。今季頑張ろ。まあ、シンプルにゲームを楽しんでできそう。一番。 一番なんか、うん、純粋にゲームを楽しむ気持ちで、最も遊べる気がするね。OK!GG ーーっす。2連勝ってことで、ね。まあ、今季は多分いろいろ近伝使ったり、なんか面白いポケモン。今までダイマックスと違うから、新しいポケモンいろいろ考えれるし、いろいろ考えて動画出していきたいですね。GG、お疲れっす。